ッケー。これエリア。いや、一旦取られるか。ラッキーラッキー。よしよし。いや、まだいける、まだいける。はい、皆さん、こんにちは。テラメスです。というわけで、本日はね、最近僕が注目してる武器の一つ、ギンチラスの方でね、ガチマッチやっていこうと思います。いや、この武器ね、普通に強いんですよ。で、なんで注目してるかっていうと、まあ、現状、結構強いんだけど、もっと強い武器があるから流行ってないって感じだと思うんですけど、まあ、竹とか、傘とかが、ちょっと強すぎてみたいな。しかし、そろそろアップデートが来ると思うんですよ、武器調整の。まあ、それで、今流行ってる武器が弱体化とか来て、ギンチラスがね、強化されるみたいな、まあ、可能性もあるので、そうなったら、めっちゃ流行るんじゃねと思って、注目してる武器っていう。で、ここでようやく1キル取っていくと、この試合、塗ってばっかりだな。まあ、塗り別に弱いわけじゃないんで、全然塗ってもいいんだけど、これやれるな。OK。いや、キルスピードね、めっちゃ速いんで、打ち合いまでちゃんと入れれば、絶対勝てるんだよな。まあ、ただ、チャージキープと、やっぱりスピナーで前出るっていうのが難しいんで、打ち合いまで行くのが難しいっていう。まあ、ただ、打ち合いになったらもう曲げることはない。OK。スプラスピナーもキル速速いけど、ノーチのはね、早いんで、これ X 抑えに行きたいな。ここを抑えれれば。これスピアなのはいいんだよな。やっぱ前線武器と相性がいい。いや、前線なのかノーチラス。中 A かな。中 A だけど、前出れるみたいな。ナイスナイス。これ速攻戻りたい。ちょっと、遅い戻るのはこの武器。スピナーだからやっぱこういう小回り効かないのがね、難しいっていう。ナイス、丸見さん。これやれるかな。いやーごめん、あと一発だ。こういうとこがちょっと難しいね。そこフィル、ナイスナイス。ワンチャンあるな。これ、復帰したら飛んじゃうか。まあ、耐えてくれたら、俺も塗り合い参加できる。頑張れ。ナイス、ありがとう。神。これ中盤いい感じにキルできたね。てか、久々にノーチラス使ったけど、やっぱり強いな。キル速も速いけど、射程がね、スプラスピナーよりちょっと長いぐらいなんで、プライムとかにも勝てるし、もう絶妙にいい感じなんだよな。マジで可能性の塊。はい、それでは対戦よろしくお願いします。アンチョビのガチエリア、パーン1140と、ダネ編成の方を見ていきましょう。まあ、悪くはない。いや、相手の編成バランスめちゃくちゃいいな。光栄と塗り枠、ちゃんといるみたいな。こっち光栄なしだからな。これ結構俺が塗り目で、後ろ目で立ち回ろうかな。前が少なかったら前出る動きもできるし、後ろがいなかったら、まあ塗るみたいな動きもできる。まあそれがノーチのいいところ。アンチョビめっちゃ効率よく塗れるな。待って、味方もロングめっちゃ前張ってるから。これしっかりカバーして、まだ左いるよね。任せろ。あーちょっと遅れちゃった。でもヒル速マジで、早えな。集団性もいいから、爽快すぎる。これ溜まるし、暴れられそう。さあ、これ右抜けも怖いな。正面3枚固まっちゃってるから、右見よう。やっぱ来てるよな。やべ、めっちゃ変わった。やれないよな、さすがに。ポイセンが地味に便利。OK、ヒル速速っ。いけるや。いや、疑似にかっつえ。ごめんね。ごめん、普通に負けちゃった。これ打開が、難しいんだよな、こっちの編成。着地だもんね、寿司で。で、射程も短いから、まあ、しっかり手前1キル入れてそこからって感じだな。スピア貯めよう、ここは。ナイス、そこの1キルでかい。これいっちゃおう、いっちゃおう。そこの穴マジでタイミングが、いい。これフィルじゃなくて塗りでもいいな。左上がってきそうで怖いな。これミリ。これ、あれ、いや、その、吸盤はちょっと、エロい。ぬるぬるぬる。俺に任せろ。塗り奴隷。いや、万能すぎる。これ、プライムとか、そういう武器でできないから、いいよね。キル、できるんだけど、塗れないみたいな武器が多いと思うんですけど、ノーチや、両方兼ね備えてるから、普通に理論的に考えたら強い武器なんだよな。OK、こんな感じでキル、いい感じにできるもんな。この射程とキルスピで。いや、ここマジで任せてほしい。ちょっと前出ちゃうわ、この場面は。この動き絶対強いでしょ。ジェットはね、まずい。まずいけど、これを。降りたくない気持ちもある。ここにいるだけでハイプで撃てないからな。はい、体当たり。これノックアウトいけるかな。
戻ろう戻ろう。しっかり戻ります。はい、ナイス。いや、脳実営、この試合塗りもヒルも両方したみたいな感じじゃなかった。で、今、人速 2.6 でやってるんですけど、やっぱスピナーの人速強いな。ノーチラスってスピード本当に遅いんで、積んでもちょっとしか速くないんですけど、そのちょっとがでかいな、スピナー系統は、やっぱり。イガ速ガン積みとかもね、ありだと思うんですけど、今回はね、人速ガン積みで。はい、それでは対戦よろしくお願いします。ホッケのガチエリア、パーン1500ジェット。で、さっきペペロンチーノ食べて動画撮ってるから、今めっちゃ、息臭いかもしれん、みんな。そこで言わなくてもよかったね。最近ね、ペペロンチーノめっちゃ食ってて、朝の9時にペペロンチーノを食べて、昼の1時にペペロンチーノを食べるという生活をしてるんですけど、安いからね、いいんですよね、ペペロンチーノは。はい、というね、お話は置いといて、でペペロンチーノはね、塩かけるのがおすすめですね。茹で上がった後に。あ、安いやつを僕いつも買ってるんですけど、まあ、安いから味がちょっと薄いんですよ。で、塩かけると、ちょうど良くなるっていう。で、買うときに、パスタって当たり、いや、それ塗ってるとこに俺がいっちゃったパターンだな。で、パスタってソース買うときに、これ美味しいのかな美味しくないのかなっていう、結構初めて買うやつって怖いと思うんですよ。なんですけど、ペペロンチーノって、大体どのパスタに比べても値段が安いんで、まあ、美味しくなくても安いから、みたいな、そういう感覚で、まあ、いろんなペペロンチーノ貢献できるっていう点も、非常に魅力的だと思ってるんですよね。大体半個で、これはやれるかな ?OK、やった。で、ここスフィア溜まってるんで、OK、1枚やって、これスフィア吐いて、ザップ、これ大仏積んでるから怖いな。まあ、これは濡れるはず。これ、ヒルを稼いで、で、マジでペペロンチーノの話で、めっちゃ、口が止まらないでしちゃったんですけど、まあ、最近動画で雑談とかね、あまりしてなかったので、まあ、たまにはというわけで、ちょ、皆さん許してください。で、これスフィア溜まりそうだな。リードしたいけど。いや、このマルチミサイルはかなり、きついね。いや、ホケフトウのマルミサってマジで強いんだよな。このステージ、竹が本当に、強い。味方のキャンプめっちゃ、前行ってくれてるから、俺も下がんないで頑張るか。ファンタジーがめっちゃ、あ、後ろ下がんないで前張ってくれてる。やばい。守る。これ結構いい場所来たんじゃない?時刻かも。ハンコ邪魔。今のハンコやべえな。くっそ、邪魔だったわ。いやー、それマジできついな。これ一旦塗られちゃうよな。この試合結構接戦だな。まだ溜まる。これポイセン結構いいな。ポッケットって敵手前にいるかいないかとか、結構怖いと思うんだけど、クリアリングできるの便利だ。これ手前ないもんな。待って。入ってはない。待って。ナイス。いや、風呂の、怖いこれ。運ゲーが。やめて。前出たいけど地獄すぎるな。いや、それ落とせないか。いや、ナイス。そこをやったの、マジででかい。塗りたい、一旦。塗りたいけど、デスはしたくない。やったやったやった。塗ります、塗ります。もしかしたらめっちゃ塗ってる。ただ、塗りのうち別に弱くないから任せてほしい。どっかで連キルしたいよね、これ。ただ、ここでさ、相手マルチミサイル来るのが結構やらしいよな。左来るな。オッケー。これエリア。いや、一旦取られるか。ラッキーラッキー。よしよし。いや、まだいける、まだいける。いやー、この試合勝ちてえなー。ただ、丸みさが来るんだよね、これ絶対打開で相手。そこをどうやって抑えるかなんだけど。俺たまんないからなー。どうやって抑えよう。1キル、あー、むしろ取られてゆくー。キル入ればって感じだな。いや、これなんだよなー。濡れないから。うわー、それ詰めてくっか。いや、きっちー、これ。これめっちゃ、惜しいな、この試合、ガチで。丸、ナイスナイスナイス。ここ速攻固め入れたらでかい。いや、これ最後の固めな気がするから、頑張りたいな。いや、タゲの丸みさを、どうやっていなすか。誰もデスしないで、1キル取れたら勝てる。ポイセン投げて、
みんなに位置を知らせて、誰もやられないで作戦で行こう。たまんなそうだしな、これ。そう、これ。いやー、落ちるか。待って、エリアもね。え、待って、それはえぐい。エリア粘れるか。あー、無理か。いや、ごめんね。むずいわ、これマジで。待って。危ない。今マジで俺、めっちゃ細かったと思う、ウエストが。これあるぞ。待って、ボムラが待って。ここ丸みマジちょっと、ちょっと上げて入ってほしい。左から塗る。ナイス、よっしゃべえ。これ熱すぎるだろ。これ最後、いやてか、マジで集中しすぎて喋れなかった。俺デスしたら終わりだったからな、ガチで。いや、これノーチラのいいとこガチで出たんだ。塗れんの強くね。ヒルも取れるし、最強武器やん。これ結構きつかったけど、味方が弱いってわけではないんだよな、この試合に関しては。普通に相手が上手かった。丸美さんのタイミングとかがね、マジでエグいわ。はい、それでは対戦よろしくお願いします。フジツボのガチョコバトル、パイセン様90と。で、ラスト試合なんでね、金チラスの方でやってこうかなと。これ金だよな。黒チラスとかあったら知らないけど、若干黒いんだよな、色が。ただ、金なはず。まあ、個人的にはね、銀チラスの方が強いと思ってるんですけど、まあ、ジェットパックが、今の関係を射程長い武器が多いんで、撃ち落とされちゃうからな。また、サブは、こっちのが。オッケー。まあ、ヒューマンボムはね、強いんで、ポイセンよりは。まあ、ポイセンも弱いわけではないんですけど、まあ、ポイセンね、僕あんまり評価してなくて、まあ、っていうのが、ポイセンで塗れないんで、で、当たり前やないかーいってね、思ってる人が5万人ぐらいそうなんですけど、っていうのが、ボムとかって投げて敵キル取れなくても塗れるじゃないですか。で、ポイセンって塗れないんで、塗りが大事なゲームにおいて、塗れないサブってどうなのみたいな。まあ、状況によっては強いっちゃ強いけど、塗れないサブはね、あんまり強くはないんだよな。まあ、ポイズンとシールドも塗れないサブだけど、両方ともあんまり上位にはいないと思うんすよ。やっぱこのゲーム簡単に強いサブってなったら、ボムなんすよね。今だったら、ザップ、カサソレーラ、竹赤ケルビンとか、全部ボムなんすよ。やっぱ簡単に強いのはボムなんだよな。濡れるから。やん。まあ、ただボム系統以外が全部弱いのかって言ったら、そういうわけじゃないんですけどね。まあ、簡単に強いのはボムというお話。チャーコラとか、普通に強いしな、あれシールドで。まあ、あとヘルデコとか。まあ、ヘルデコ、今さりげなく言いましたけど、あれは数が少なすぎて、強いのかちょっと、わかんないけど、いや強い。僕はね、2930まで行ってるんで、はい。まあ、自分の武器はね、僕強いと、ちょっと、思ってる。てか自分の持ち武器はね、ネガギャンみたいな、したくないんで。でもシールドは結構、強いと思うわ。ステにもよるけど、まあ、箱フグとか、ああいうステージは簡単に強いかなって思いますね。で、試合について全然触れてなかったんだけど、やばくないこれ。そのボムエグすぎない。やめて。ここだけ止めたい。オッケー。いやー、それ当たるよな。いや、ここリードされたらかなりきつい。てか結構暴れたけど、カウント41なんだよな、これ。いや、リードされたくない。リッター止めてくれ。そのためのリッター。オッケー、これボムあるのありがて。吸盤はガチで強い。めっちゃ濡れるもんな。ザップとか、H3 とか、あそこら辺の武器強いと思うんですけど、やっぱ吸盤が、強え。危ねえ、ここのキルガチででかくない？いるよな、そこ。待って、待って。いやー、それ。あ、ごめんね。ただ、ホコ、いい、いい逃げ。泥棒、泥棒。いや、そのデスは全然いい。ココがね、そこまで前行ってくれたら、相手の進めるのも、遅れるんで。あと、そういえばね、ギアを変えました。まあ、乗せとくんですけど、まあ、イカ速ガン積みみたいな。まあ、ガン積みこれ、してるかって言われたら微妙なんだけど、まあ、これも強そうなんじゃねえというわけで、試してます。いや、メイン性能ね、強い、スピナー系統の。射撃時間が長くなるみたいな感じなんで、これ強えんだよな。危な。いや、俺もっと進めたいよね、カウント。41は怖い。
や、これなんなら結構まずくない？えぐいえぐい。キル速、やばくない？まあ、これハイドラやりたい。せい。待って。待って、これ狩られんの俺。いやー、ちょっと見て欲しかった感はあった。まあまあ、しょうがない。俺がね、直撃を当ててればよかった話なんで。これ歩行、一旦止められそうだな。前二人だけだもんね、こっち。しかも、リッターが持ってるわけじゃないから。あぶね。これ負けたら、ちょっとガチでやばかった。いや、味方歩行持ちしてくれんの優秀すぎる。てか、持ち方がうめえ。結構前行ってくれてるから。待って、これハイドラ割られる？勝てないかな。OK。ナイス、味方強い。な、これ、絶破割と溜まるな。オッケー。キル速早え。溜めたい、溜めたい。ナイス、これ、進むんじゃね？あ、残り20秒だから、これ無理やり行かなくてもいい。やば。えぐい、今の。自分で驚いてる。やっと溜まる。これ、ほぼ進んでないのか。いや、レール、そこだと進まないんだよ、全く。これ割とやばいかな。いやーでも、相手ハイパープレッサーいないし、リッター自体は結構きついはずなんだよね。ハイプレとかいたらリッター結構どけられちゃうけど、相手きついっしょ、これ。待ってくれ。待って、吸盤投げつつジェッパ貯めるっていう感じでいくか。これ左も見たいけど、ナイス。やっぱリッター育ってたな。ナイスナイス。で、キンチラス使ってったわけなんですけど、いや、矛だったらこっちの方が強い説あるな。ジェットパックね、弱いって言ってもガチョウコは強いんで、止めれるのがいいよね。で、最後も吸盤投げて守るみたいな動きできたんで、その点で優れてる。まあ、というわけでね、今回雑談多めだったような気がするんですけど、動画の方ね、終わっていこうと思います。よかったらね、チャンネル登録と高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。バイバーイ。